そうですね、まあ、自分たちとしては去年の天皇杯のリベンジという意味合いが強いと思うんですけど、しっかりと自分たちとしてはチャレンジする気持ちを忘れずに、個々個人がしっかりと自分の仕事を果たせるように、はい、しっかりいい準備をして沖縄に初めての天皇杯をしっかりと持ってこれるように、はい、頑張っていきたいなというふうに思います。Thank you.
警戒している選手に対して簡単にやっぱりスリーポイント決められてっていうところからやっぱり個人的にも彼は乗ったと思いますし、ああこれいけるってやっぱりメンタル的に思わせてしまったところっていうところはもう一番最初自分たちがやっぱり叩けなかったところだと思いますし、ちょっとしたところからまあ歪みがどんどん大きくなっていって、まあ、最終的にまあこういう点差になったんじゃないかなっていうふうに思ってます。この負けからこう得たものをしっかり結果でそのファンの人たちに納得してもらえる、そういうゲームだったり、これからのその後半戦とか序盤、ごめんなさい、終盤戦にしていきたいなというふうに思ってます。一つ一つの些細なきっかけをやっぱり自分たちがこうやっぱそこに対してちゃんとケアをできずに、一つの問題が二つの問題になっていってっていう、点数もそうですけど僕も試合通してそういう感覚はやっぱあったので、もう結果で見返していけるように、はい、自分たちが一つ一つまた行動を起こせたらいいかなと思います。はい、ありがとうございました。